はいどうも、あやとです。大変長らくお待たせいたしました。今回ですね、私あやとソロンが所有する大型トレーラーを使用した日本初の大型トレーラー専門のペーパードライバースクールを始めることになりました。こちらが皆さんに運転していただく車両なんですけれども、大型一種免許もしくは二種免許、それに加えて牽引一種免許もしくは二種免許をお持ちの方であれば、運転経験を問わずどなたでも一般道路を運転して練習していただくことが可能です。参加申し込みフォームについてはこちらの動画の概要欄の方に記載がございますので、参加方法についてはそちらをご参照いただければと思います。こちらは完全にマンツーマンでの研修会になっておりまして、午前10時から午後13時までの3時間コース、午後14時から17時までの3時間コース、こちらのいずれかのコースもしくは両方をお選びいただき、皆さんが受講を希望される日程でご予約をいただければと思います。運送会社で実際に使われているフルサイズの大型トレーラーを一般の方でも運転することができる日本で初めてかつ日本唯一の研修会となっておりますので、トレーラーの免許をお持ちでこれから運送会社への就職活動を行われる方々や、免許を持っているんだけれども一般公道上をトレーラーで走る機会がなかったという方についても、セノプロ仕様のフルサイズの大型トレーラーを一般公道で練習することができる唯一無二の企画となっておりますので、ぜひ振るってご参加いただければと思います。これから運送会社への就職を考えていらっしゃる方については、当然ペーパードライバー講習を受講済みということで、フルサイズの大型トレーラーを一般公道で走行させた経験があるということを履歴書に書くことが可能となりますから、就職活動に際しても極めて大きな武器になると考えております。参加に関して運転経験は一切問いません。昨日トレーラーの免許を取りましたという方でも受講することが可能です。逆に10年前に免許を取ったんだけれども一度も乗っていないという方ももちろん参加することができます。当然最初から狭い道は走行しませんので、基本的には人がおらず、また車の通りも非常に少ない工業団地などで練習してからですね、参加者の方のご希望があればバイパス道路や国道などを走らせることが可能となります。もちろん運転に自信がない方については、広い道路をひたすら走り回って練習していただいても構いません。狭い道に行きましょうとか、交通量の多いところを走ってみましょうといったような強制は一切いたしません。実際に何人かの方にはこちらのペーパードライバー講習にもう参加されているという方もいらっしゃいまして、そちらの方々がですね、実際に受講した際の映像というものも次回以降の動画で公開していこうと思います。トレーラーの免許というのは通常教習所の中だけで取得するもので、一般道路を走らせるということはないんですけれども、教習所のサイズのトレーラーというのは非常に長さが短くてですね、当然一般公道で走らせても全く練習にはなりませんし、参考にもなりませんから、実際に運送会社で仕事で使用しているロングサイズ、フルサイズの大型トレーラーを乗っていただき、運転していただいて一般道路を練習する、これがアヤトソロンが開講する大型トレーラー専門のペーパードライバースクールとなります。開催日程や詳細な時間に関してはこの動画の概要欄の方に参加申し込みページを記載してありますので、すべて先着順となります。席が埋まり次第参加者の募集を打ち切らせていただきますので、可能な限りお早めにご都合のいい日程を押さえておいていただければと思います。こちらの研修会については国土交通省に許可の手続きを行ったりですとか、事前準備に非常に時間がかかりまして開催の日程がずれてしまったこと大変申し訳ございませんでした。こちらの動画の概要欄の方に2月の参加申し込み日程の方を記載してございますので、好きな日程を選んでいただいて結構なんですけれども、当然私も全ての日程をこなすことは業務に差し支えがあるのでできないんですけれども、10名か20名前後集まった時点で一度募集の方を打ち切らせていただこうと考えております。日程上は1月の27日から2月の28日まで全ての日程を記載してあるんですけれども、日数でいうと10日前後、人数で言えば20名以上の参加申し込みが入った時点で参加者の募集を打ち切らせていただこうと考えておりますので、可能な限りお早めに予約の申し込みをしていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はあやとソロンが開催する大型トレーラー専門のペーパードライバースクールに関して告知をさせていただきました。不明な点などございましたら、私あやとソロンの公式ホームページの方からお問い合わせフォームを通じてご質問いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさーい。